皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ディズニーランドに行くので、そのゲットレディーズミーを撮っていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみなんです。本当に結構前から決まってたんですけど、やっとこの日が来ました。せっかくねディズニー行くっていうことで、ちょっといつもとは違った感じになるかなと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ではまずメイクからやっていきたいと思います。あ、そうだそうだ、この前インスタで今度ディズニー行くときにゲットレディーズミー撮ろうと思ってるから、ディズニーエピソードみたいなのあれば教えてくださいっていう風にちょっと募集してみましただからそれもちょっと読み上げながらやっていこうと思います。あ、そういえば私松ゆくをしてきました。久しぶりに、めっちゃ久しぶりに松ゆくした。成人式あたり以来かな、もう松ゆくなんですよ。ずっと松パしてたんですけど、ちょっと久しぶりに松ゆくやってみようと思って、今回も中目黒のねラテっていうところでやってきたんですけど、ワンホンデザインだったかな、なんか今流行りの中華風のまつげ、ちょっとこう束感があってみたいな、長さが違う松ゆくをこう並べてつけて束感を作るって言ってたんですけど、そのデザインにしてもらいました。あとそうだ、インスタとかではもうね言ってると思うんですけど、私ついに歯の矯正を始めましたずっと前からやりたくて、ずっと気になってたんですけど、やっと始まりました。イミズラインなんですけど、ちょっと前に歯型をスキャンしてきまして、それに合わせてマウスピースを作ってもらって、やっと始まりました。でもね、まだ始まって3日目とかなんですけど、これ撮ってるのが、もうくじけそう。もう本当に想像以上に痛いし、なんて言うんだろう、ちょっとこうかゆみのある感じ、歯がゆい感じがすごいあって、私それすっごい苦手なんですよ。たまにあるじゃないですか、歯がめっちゃかゆい時、あれが続くみたいな。特に1日目がやばかったんですけど、まあ、徐々に慣れていくらしいんですけど、でもこれがずっと続くってなるとすごい不安耐えれるかなっていう。だからちょっとね、喋り方がまだうまく喋れなくて、ちょっと聞き取りづらいところもあるかもしれないんですけど、すいません当分はこれでいくので、ちょっと慣れていただけたら幸いです。やっぱマウスピース矯正だから、ご飯とか歯磨きの時以外ずっとつけたままなんですよ。ご飯食べる時外してみたいな感じでやるんですけど、外食がやっぱめちゃくちゃ大変だなって思いました。だから今日ディズニーなんですけど大変だと思って、1日20時間以上つけてないとダメらしくて、できれば22時間みたいな。外に出た時は大変ですよね。歯磨きもできるかな、歯ブラシ持っていこうかな。一応ずっと結構ね、歯の矯正やらないんですかって質問いただいたりとか、前にもストーリーズでなんか歯の矯正についてみんなに質問したりとかしたんですけど、したりとかしたんですけどってめっちゃ言いづらい並びの変化、皆さんお楽しみに角がね、なんかちょっと中に入ってるんですよね。私は2番目の歯がすごいちっちゃくて、こうグッと前に出すっていうよし、じゃあアイメイクに移っていきますよ。ということで、みんなからのエピソードを見てみようか。動画撮るときにパッて見たいなって思ったから、まだ見てないんですよ。まあ、ちょろっとは見ちゃったんですけど、気になって読み上げていきながらやっていきます。おっとおっと、もう初っ端からおっとなエピソードあるんですけど、友達がスペースマウンテン乗りながらコンタクト捨てたって。どういう状況？待って、スペースマウンテンってさ、すっごい速くないですか？その状況でブワッて撮って、ポッて。いや、まず捨てるのもダメだけど、捨てることもやっちゃいけないけど、そもそも。え、でも逆に、あのハイスピードの中で、どうやって？どういうこと？目から撮って捨てたってことかな？それとももう、スペースマウンテンのスピードが速すぎて、もう、カーってなった時にコンタクトがちょっとこうずれてきちゃって、剥がれてきちゃって、まあいいやと思って捨てたのか、意図的に捨てたのかによって結構話変わってきません？これ。これやばい。これはなかなか衝撃的すぎる。前代未聞。うわー、ちょっと待って。これはちょっと私は嫌かもって思っちゃった。一緒にディズニー行った友達が待ち時間になるたびにインスタライブしてて疲れました。そんなことある？なんかまだ、こう合意で、友達も合意でいいよって言って一緒にやろうみたいな感じだったらまだいいかもだけど、さすがに待ち時間、確かに待ち時間ちょっと暇だけど、そのためにインスタライブはちょっときついなインスタライブってみんな結構やるんですか？私 SNS で活動してるから、なんかそれでやったりはするんですけど、プライベートとかでもやったりするものなのかな、インスタライブって。すごいね、時代だね時代だね、時代なのか分かんないけど、確かにちょっとこれは嫌かもしれないし、なんかライブやってると言えないですよね。ちょっとライブやめようよとか言いづらいよな絶対。あー、これもねあるあるだ。カチューシャ友達と意見合わなくて迷いがち。
わかる。大体私カチューシャとかは洋服とかもそれに合わせていきたいから、行く前に調べたりとかして、あ今これあるっぽいよみたいな感じで行ったりとかするんですけど、たまになんか当日行ってから決めようみたいな時もあって、その時ってマジで迷いますよね。なんかガチッと友達と意見が合う時もあれば、あんまりないけどちょっとこれやだなみたいな時とかありますよね。でもやっぱ夢の国ってこう雰囲気を崩したくないじゃないですか、せっかく楽しみなものだし。だからあんまりこれやだとも言えないしみたいな、ありますよね。なんかそういう なんて言うんだろうちょっと気まずい雰囲気にもなりたくないしみたいな、お互いちょっと気使っちゃうみたいなまあこれすごい、修学旅行マスカの台風と思いきや陰パした瞬間晴れた。え、それはすごい、さすが夢の国天気さえも操っちゃうっていう、インパっていうんですね。というかインパークってことかな、入園。私も中学校の頃に修学旅行でディズニー行ったけど、なんかあれってマジで半日も入れなくないですか。私たちの時本当にもう3時間とか、長くて3時間とかだった気がする。夕方に行って夜なる前に帰ってみたいな、えこれ意味あんのっていう感じの時間だった気がする。高校の修学旅行で初めて行きました。想像してたよりも敷地が広すぎて地図見ても自分がどこにおるかわからんという現象が何回も起きました。あと本当にミッキーのマンホールがあって驚きましたかわいい。でも確かに私も、まあ、上京してから結構行くことが増えたんですね。やっぱ近いしと思って、コロナ前とか結構私ディズニー行ってたんですけど、もうさすがに大体の位置情報は把握してきたんですよ。でもまだちょっと C の真ん中のところあれがどこから出たらどこに繋がるのかみたいなのがあんまり未だに分かってないんですけど、ランドはなんとなく あれあそこにあるなみたいなのが分かってきたんだよな。マジで分かんないですよね。私も中学校の時とかたまーに、本当にたまにディズニー行くみたいな時はマジで分かんなくて、地図見ても自分がまずどこのゾーンエリアにいるか分かんないから、地図の見方も分かんないしみたいな、何回も同じとこ出ちゃうし、あれあそこ行きたかったのにここ来ちゃったみたいな、マジで分かります。本当にディズニー難しいですよね。でも絶対一人は友達にもうディズニーマニアがいて絶対その子についていけば大丈夫みたいな子がいませんなんでこんな知ってんのっていうぐらい、いやあそこ行きたくない、 あれあっちだよみたいななんで知ってんの、なんでわかんの、 OK ついてくみたいな私もついてく専門だったからな。めっちゃわかるわ。しかも今新しいエリアとかも増えてるから余計にわかんなくなっちゃいそう。あとはなんかポップコーンの位置とか、ポップコーンってあれ場所によって味違うじゃないですか。だからあれあの味ってどこにあったっけみたいな、たまになる。ちなみに今日はまた後でコーデも紹介するんですけど、青がポイントなのでアイシャドウに青いラメの入ったものを持ってきました。このアイシャドウめっちゃ可愛いんですよね。なんかアイシャドウの地の色自体は赤っぽい感じのカラーだからすごい使いやすいんだけど、ラメだけブルーでとてもなく可愛い。前にこれ使ってメイク動画も出したりしてるんですけど、今日もこれを使っていきます。めっちゃもうラメラメにしちゃおう、目頭にもラメつけて。てか本当に喋り方が気持ち悪いかもしれない、申し訳ない。これってちゃんと喋れるようになるのかななんか なんだろうベロの使い方が分かんないっていうのかな、なんかすごい違和感があってうまく喋れないんですよね。撮影の時だけ外してもいいんですけど、なるべく長くつけててほしいということだったのでなるべく長くつけたくて、てかマツエクしたから本当にメイクが楽ちん。マスカラって本当に地味に時間かかるんですよね。私結構マスカラに力をかけてるから余計に時間かかっちゃう。まつげってマジで大事。 C の船の上にイケメンの2人組がいてかっこいいって友達と見てたら、2人でピースして自撮りしててめっちゃ可愛かったこれめっちゃ面白い。ギャップってことだよね多分。確かになんか男子同士の写真ってあんまりなくないですか。なんかやっぱり女子はすごい写真撮るイメージあるんですけど、男子ってあんまり写真撮るイメージないから、写真撮ったりとかしてる人見るとギャップってなるかもしれない。でも写真撮るの好きな人いいですよね。その時の思い出とかになったりするから、ディズニーとかだけじゃなくても日頃から写真を撮ってくれるとかっていう人いいって言いますよねよく。でも確かにな、本当に嫌な時はやめてほしいけど、写真撮ろうって言われて嫌な女の子多分いないと思うから、なんかあまりにもそりゃねしつこかったりとか、もういつ何時も写真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 みたいな、写真優先とかだったらちょっとあれだけど、一緒に楽しんでくれるとかはいいですよね。すごい、うわーこれ最悪、うわーこれちょっと嫌だな。私鳩にピザ狙われて全部持ってかれた、うわー悲しい。てか鳩ってそんなにあれでしたっけ、
凶暴というか、なんかトンビみたいなことするっけ。なんかどこだっけ、あれ逗子パシフィックドライブインだっけ、よくトンビにご飯バッて持ってかれるみたいなのは見るけど、ディズニーもあるんだ。しかもハト、私ねディズニーのハト本当に嫌いなんだよね。そこだけが本当に嫌で、ああいうとこにいるハトってマジで人慣れしてるから関係ないんですよね。寄ってくるから自ら、怖いとかなくて本当にそれが怖い、こっちが怖い。お母さんと行って楽しかった、かわいい。なんて可愛いエピソードなんですか、めちゃくちゃ可愛いんだけど。超親孝行、家族と行くディズニーもいいですよね。私も昔ちっちゃい頃家族と何回か行ったんですけど、すごい楽しかった思い出ある。あ、でもそれで言うと家族でディズニーシーに行った時に、確かね多分タワテラができ始めたぐらいの時で、それに乗ろうってなったんですよ。私もあ乗る乗るとか言って、でもその時本当ちっちゃかったんですけど、何歳ぐらいだろうな、小学校低学年とかかな。で私乗るって言って並んで、いざ中に入るじゃないですか、建物の中に。そしたらもうその雰囲気がもうめちゃくちゃ怖くて、結構やっぱあれって雰囲気作るために入り口というか建物の中から薄暗いし怖い雰囲気流れてるじゃないですか。でそれにもう私耐えれなくなっちゃって、途中で「あもう無理」みたいな、「もう無理無理」とか言って「パパのとこ行く」みたいな感じになっちゃって、すごい泣いてたんですよ。そしたらキャストさんが来てくれて、「どうしたの?」とか言って「怖い?」とか言って声かけてくれて、でそのなんだっけ、なんとか賛成なんだっけ、名前忘れちゃった、エレベーターに乗ってこう音落ちちゃったおじさんいるじゃないですか。その人の話をキャストさんがしてくれたんですよ。実はねあのおじさんはプーさんがすごい好きでって言って、建物の中にあるこの鍵、なんて言うんだろう、南京錠みたいな、南京錠ではないけどなんか鍵あるじゃないですか、檻とかをこうバッて閉める鍵、あれがねプーさんの形になってるんだよって教えてくれて、で見たら本当になってて、まあ、その時ちっちゃかったからそれに喜ぶんですよ。え本当だみたいな。それでいつの間にかその怖さもどっかに行ってて、実際に乗れてみたいな感じだったんだよな。だからキャストさん本当にすごいなって思った。てかあのおじさんプーさんが好きなのめっちゃ可愛くないですか。シルキートゥンドゥはすごいスティッチみたいな感じのフォルムというかビジュアルなのに、実はプーさんが好きっていう、めっちゃ覚えてる。それだけなんか多分だからその時に自分の中で本当だってなったんですよね、すごいって。だからさっきもあったけど本当にミッキーのマンホールがびっくりしたみたいな、私も多分それをすごく感じたんだと思って、めちゃくちゃ印象に残ってる。それが本当にすごいな、なんかもうどんだけの秘密があるんだろうってめっちゃ気になる。ディズニーにはどんだけの仕掛けがあって、どんだけの秘密があるんだろうっていう。今日暑そうだな、絶対暑い。もう最近マジで暑さがヤバすぎて、本当にマジで異常、暑すぎるでしょっていう。なんか昔ってこんな気温ありえなくなかったですか、30度超えたらもうヤバいみたいな感じだった気がするのに、今では30度連続何日いいんだよ、普通で30度出るから。28度とかで昔は暑いとかだったと思うけど、今ではもう28度ぐらいですね、涼しいじゃんみたいな、まだ今日大丈夫じゃんみたいな、ヤバいですよね。まあ2日目でディズニーは本当にやめた方がいい、間違いない、楽しめない、それは絶対に。てか私まだ2日になるぐらいまで飲んだことないんだよな、もともとお酒が合わない体質だからそんなに飲むことがなくて、2日目まだ経験したことないんですけど、マジでみんなめっちゃ辛そうだから。てか2日目はどこ行っても辛くないですか、絶対に。ディズニーとかなおさらそうだけど、どこ行っても辛いよな。ご飯より乗り物メインすぎてほとんど何も食べなかった。マジですか、マジで。私は結構ディズニーではもう気にせずに食べるっていうマイルールがあるから、逆にここぞとばかりに食べちゃうかも。そんなずっと食べてるわけではないけど、食べ物を忘れるとかは絶対ない気がする。食への執着心がやばい。みんなどっち派なんだろう、ディズニーは乗り物をマジで楽しむ派か、食べ物も楽しむ派か。まあ今チークしたけどチークしなくてよかったかもなって思っちゃった。どうせ多分暑くて顔赤くなるし。そういう問題。沖縄住みだけど小3の頃おじいちゃんクリスマスの日にゼリーに連れてってくれた、優しいおじいちゃん。沖縄だったらめちゃくちゃ大変ですよね、どんぐらいかかるんだろう。しかもクリスマスの日なんて素敵なおじいちゃん。ちっちゃい頃とかおじいちゃんおばあちゃんとかがついてきてくれるの当たり前とか思ったけど、大人になるとやっぱりおじいちゃんおばあちゃんディズニー行くのすごーってなりません、体力やばくないですか。私がもしおばあちゃんになった時に孫とかに「おばあちゃんディズニー行こう」って言われたら「ディズニーか」ってなる気がする。そんなこともないのかな。
孫は可愛いのかな、逆に嬉しいんですかね。毎回ディズニー行く時、前日に決めてた服じゃないコーデで行ってる。すごい。これは私は結構ディズニーの日は前々から決めないと多分一生決まらないから、あとカチューシャに合わせたりしたいから、逆に私楽しみすぎてめちゃくちゃ前から決めちゃうかも今回の服も1週間前ぐらいから決まってたし、でも一応決めるんですね一応大丈夫なように決めてるのが賢い。よし、じゃあこんな感じでメイクは完成いたしました。今日はちょっと、さっきも言ったように青がポイントなので、アイシャドウにこちらのアイシャドウを持ってきて、リップはもう安定にメイベリンの70番ですね。ほんとこれがアイオリとナンバーワンです。私のマジでおすすめ。よし、じゃあ髪の毛をやっていきます。その前に着替えてきます。はい、着替えてきました。ちょっと待って、やばい、マジで時間見てなかった私、やばいわちょっと急ぎで髪の毛ストレートにしていきます。もうあとほんと10分ぐらいしかない。やん、ピンチ。これは大ピンチすぎる。もう髪の毛はカチューシャするのである程度やっておけばなんとなくはいけるはず。ガチヤバガチヤバ、ちょっと本当に喋れない、喋れないぐらいのヤバさ。これは本当に髪の毛はいつも結構ストレートにすることが多いんですけど、なるべくこう上下で分けた方がやりやすいというか綺麗になりやすい。ちなみに今日はね、地元の友達と3人でディズニーに行ってきます。ちなみにランドなんです。だからちょっとカラフルな感じというか、カラフルでもないけどちょっと色をポイントにしてみました。モノトーンで揃えていこうという話なんですけど、ちょっと私グレーで行こうと思って。よし、こんな感じでいいかな、髪の毛は。まあまあいいでしょう。よし、オッケー、コーディネート最後紹介します。急げ。はい、ということでちょっとバタバタですいません。私の今回のディズニーコーデこんな感じでございます。じゃん。さっきも言ったようにポイントは青なんですけれども、ちょっとネイルも青なんですが、このアベマのワンピース新作のやつで、これをちょっと着たいなと思いまして、でこれがサイドがねスニーカーのレースアップっぽい感じになってたりとかして、めちゃくちゃ可愛くて、でこれがまあ青がポイントなので、青のナイキのエアフォースワンハイとか、このカチューシャも結構前のやつなんですけど、これがめちゃくちゃぴったりなので、これを今回はつけたいと思っております。でネイルもねそれに合わせて、ちょっと今青なんですが、ちょっとハゲてきちゃったのが残念。今日はこんな感じで着たいと思います。やばい、時間が、まあ、夏なので、まあ、キャミソール1枚でいこうかなっていう感じです。で中はブラトップを着てます。でその中にチューブトップ、あの肩紐のないブラを着てっていう感じで、でこのワンピという感じで着ております。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じでございます。ではちょっともう本当に時間がやばいので、そろそろ行っていきたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、ありがとうございました。ごめんなさい、またまたね、Vlog見てね。